どうも、ジェイカルです。イルカ 3DS 前回の続きからやっていきたいと思います。ゼメルギアスゲットしに行きましょう。ゼメルギアスをゲットしに行くぜ。どこ行ったっけあいつ。あおった、ゼメルギアス。デュランを倒せ。まあ、いけるでしょ。まあ、なんとなく。行きましょう。いやー、いきなりゼメルギアスゲットちょっとやばいっすね。まあ、あんまりゼメルギアスのこと知らんのやけど、俺。まあ、言うほど知らんのやけど。なんかやばそうな感じ。ちょっとマップ見ます。マップにはいないね。うん。ほら、こっちだね。じゃあ。これ、バツ印がついてるんでね、確か。赤色のバツ印がついてたらボス確定なんで。そこをね、探します、ちょっと。まあ、多分これ、風の塔なんて多分4階にいるんでしょうね。多分風の塔の。基本的には。だいたい4階にいるんでね、あいつ。4階に、くそ、うっとうしい。あー、うっとうしい。くそ、逃げ足持ってないんちゃうかな。ミスったぜ。逃げる。おお、きつい。これ結構強いもんな、こいつら。じゃあこれで集中攻撃仕掛けてくるから鬱陶しいやな。よし、ここはもうこれでいこう。決めよう。うん。よし、行くぜ。で、ゾンビ系、天意猛打。よし、これでかましゃ OK よ。ほほほほ。どうせお前で天意猛打死んじゃうんだろ。死にな、ぜい。何？何？結構強かった。何？おお、きつい。よし、よし、頑張れ。勝つやろ。まあ、よし。全然上がん、全然上がん。まあ、ぬさぎり。全然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 。お、結構強い。え？え？あ、全員に荷物タイプ？もしかしてこれ。え？お、死んでない。いけ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 。こいつら HP 高いな、結構。これちょっとデュラン戦ちょっとやばそうな感じが、してきたな。まあ、いけるか。まあ、いけるでしょう、多分。ちょっとじゃあ回復します。よし、ちょっとじゃあ薬草使おう。うん。ちょっとやばいな、これは。ちょっとこれね、デュラン戦までの HP 減ったらきついんで、これはこれでいきます。逃げていかなあかんな。よし、こいつ逃げよう。見つからずに行く。よし、逃げる。とりあえずデュラン戦までにそれ戦力を温存しとかないときつそうですね、これね。あ、おった。いました、デュランさん。まあ、とりあえず多分ね、封じて成功するんで。あ、封じ成功させたいからとりあえず装備変えとこう。こいつがどうやったかな？あった、これ。これ装備すればね、先制、絶対できる。とりあえず先制でバイキルトからのパンチを食らすと。ほほほほ、行くぜ。でででん、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 でででん。じゃあ、スクルトちゃん。スカラ、スカラ、スカラ。スカラを唱える。で、こいつは、まあ、とりあえず、任せる。ナイス。よし、ピオリムからのバイヒルドからのスカラ、オッケー。アンカーナックル、ドド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 。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。オッケー、フォロボスだぞ。フォロボスやから、これでまさに。これで自分でスカラかけろ。よし、行け。オッケー。オッケーオッケー、行こう行こう。オッケー。行っちゃおう、カブトワリ、ドド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 。よし、オッケー。勝った。これ勝ったやろ。おぶね。強っ。よし、とりあえず死んだら、もったいないから。死んだらね、ポイント下がるんでね。ここは死なないように、こいつを出しておきましょう。まあ、ルギウス兄さんは死なないと思うんで、こいつはまあ普通通り攻撃だけですね。真ん先でしとこうかな、ちょっと。これで防御しとこう。よし、防御。オッケー。よーし、行くぜ。てててててて。おお、なかなか。勇気の、なんちゃら。おお、いいね。お。やるじゃねえか。せい。勇気の、勇気、勇気、勇気。ててて。なかなかこいつやるな。マジか。あ、マジかマジかマジか。おー、きつい。きついよ、これ。大爆笑。よし、いけ。でで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 。よし。なかなか HP 高いな。おー、やばい。とりあえず交代や。よし、交代交代交代。よし、こいつの交代。とりあえず HP やばくなったら交代と。うん。で、こ
これでもバイシオン唱えながらのハートブレイクで OK やから。OK、行こう。OK、バイシオン、ナイスナイスナイス。OK。ハートブレイク。OK。あ、普通に攻撃いけ。倒せ、倒せ、倒せ、倒せ。なかなか高い、こいつ。いけ、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 いけ。おぉ。よし、倒した。よし、これでね、多分 S ランクもらえるでしょ、評価。これで評価 S もらえば、OK なんですよ。多分 50% ぐらいでゼメルギアス、抽選入ると思うんで。あ、A! マジか。激アランド6。くそー。マジか。お、50%! お、A でも 50%! おー、頼むよ。頼むぞ。来いよ。ポンポンポン、やめて。おー、おー、何もらったかわからんけど、もう、終わりや、結局。くそ、あいつ強いな、結構。あいつ結構強いな。マジか。もう一回行こう。よし。ゲットしたよ、俺は。ラウンドもうちょっと頑張らなあかんな。ちょっと。ちょっと頑張らないといけないですね、あれね。どこ行ったっけ、ゼメルギアス。あったあった、行こう。ほい。ほい。くそ、絶対手に入れる。欲しい。まあ、大体もう場所は分かったんで、あとはもう、戦闘を行わずに行って、やっぱね、デュランが HP 高かったんで、総攻撃を仕掛けなんじゃダメですね、あいつにね。うん。あいつにどうやって勝とうかな。でも先制ターンでとりあえず、あれだと思うんですよ。ルギウスの一撃でとりあえず敵を減らすっていうのは基本だと思うんですよね。そこが大事だと思うんですよ、僕は。よし。最初はやっぱルギウスのバイキルト。冬力の。それが基本ですね、多分ね。もうでも結構近いな。あとはこいつを5ラウンドぐらい倒せば、多分評価 S ですね。いや、わからんけど。ただちょっと3ラウンドとか無理やな。6ラウンドかかったもんな、こいつ倒すのに。こいつ結構 HP 高いんですね、無駄にね。無駄に高い、こいつ HP が。おいっち。おっつよ、おつよ、おつよ。てて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 て。で、序盤にスカラをかけといて。ほい。で、こいつ何しようかな。うん、これとりあえずじゃあ、あれしよう。カブトあれしとこう。うん。よし、オッケー。カブトあれしとくと、熱いと思う。カブトあれしときます。せっ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 せ。下げろ。おっしゃ。一回行動か、くそ、きつい。きついよ、これ。で、こいつは自分にスカラかけると。よし。こいつはカブトありをしとくと。オッケー、オッケー。何?身代わり?いや、逆に熱いかも、身代わりが。お、逆に熱い身代わり。よし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 。お、うっとし。オッケー倒した倒した。お、来た運いいぞ来たよし、来た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 。これ買ったぞ。3ラウンドで買った。よーし。何?あ、うっとしうっとしうっとし。うっとし、このラウンドで勝ちたい。どうやって勝てる?いや、これもう攻撃しかない。これは、カブトありや。よし、行け。で、バイキルト。バイキルトを、かけとくと。よし、行け。行くんだ。ぜい。あ、弱い、弱い。いけ、頑張れ。ドドドドドド。おー、来たー来たー。3ラウンド撃破。よーし。あいつ身代わりしてくれると熱いですね。いやー、そのパターンは読んでなかったわ。よし。オッケー。まあ、なんでもオッケーないけど。これでも S ランクもらえるでしょ、多分。3ラウンドでさすが倒して S ランクやろ。おー、来た S! いいね。ほい、ほい、ほい。ほい、62.5% さほど上がらん。来いよ。来い。頼む。62% やで。だって、しかも2回目やで。来い、来い、来い、来い。おー、来たー。攻めるギアッシュ。ギアッシュ。ギアッシュさんゲットしました。おー、いいね。ほほほほほほほ。おー、なんちゅう、この、圧倒的、存在感。1から3回か、でもこいつ、行動回数。ちょっと物足りんけど、まあ分からんけど、まあ、強くなりそうな感じしますね。なんかね。さて、さて、さて、見ようかな。いや、まあまあ、2回かかりましたけど、はてなはてな系かな。下から、1、2、3、5番目。ミラクリアの上。あんま強くない?なんか。あ、賢さ系か、こいつ。魔法使いですね、これだ。ちょっと魔法使い系。HP も低いな、でも。低いな、HP ちょっと。あ、でもそんなもんか。あ、こんなもんか。まあ、こいつと比べたらまあ、あ、全体的に、あ、でも4回行動がないんか、こいつ、その代わり。そう考えたらこいつあんま強くないぞ、なんか。
失敗に終わったと思われた禁断の術が完成した姿、絶望を与えるため生まれた最強最悪の戦いの神。ほう、かっこいいな。アギロゴスと強魔獣イメージだね。いいね。でも俺はでもこいつよりこっち派なんやな。強魔獣メイザー派なんやな、これ。こっちの方がかっこいいよな、絶対。まあでもこいつはこいつで強そうな感じがするから、育ててみる価値はあるかもしれないですね、こいつちょっとね。四枠モンスターに対抗できるぐらいの力があればいいんですけど、特性は、星の怒り。これはテンション100になるですね。HP10 分の1だったら確か。で、赤い霧。斬撃無効化。光の波動。まあ、状態上消すと。闇の波動。あ、これもまあまあ悪くない。威圧。まあ基本。秘めたる力、普通。そんななんか、ちょっと強そうな感じはちょっとしないですよね、これね。もっとなんかね、いきなりバイキルド、そっち系持ってた方がね、単純に強いですからね。で、行動も別に遅いんで、なんかパッとしない感はあるんですけど、ちょっとわからんね、よくわからん。まあ、使ってみなわからんかな、やっぱ結局は。もうちょっと一回神聖配合をちょっと軽く見てみようかな、能力どれぐらい上がるか。で、魔法系なんでね、まあ、強いんですかね、でもこいつも。てんてんてんてててててて。お、いました、ゼメルさん。よし、適当にまあ。能力はこんな感じですね、神聖配合したら。まあ、でもそんな強くないんじゃないかなっていうのはありますけど。特殊能力もね、なんか特殊能力というか、この、特性もそんななんかね、目立って強くはないし。正直、ルギウスの方が強い気がしますけどね、これより。ルギウス兄さんの方がちょっと強い気がしますね、僕の。こいつの方が圧倒的にね、まあまあ強い気はするんですけどね。体力もまあこれ400上がるんだと。まあ微妙かなとちょっと。ちょっと微妙でしたね、思った以上に。まあでも育てるかわからないですけど。まあとりあえず、メイザーさんゲットしました。次多分ね、まあまあ何かゲットしに行くか、SS ランク巡れる限り行くか、何するかちょっとわからないですけど。まあ何かしら、まあライブラリ集めていこうかな。していきたいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。